はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日なんですけども、ご覧の通り髪がですねボサボサなんですよ。もう長く伸びてしまいまして、久しぶりにですねここまでまあ長くなったんですけども、でジェル1本でねやってみたいことがあります。ドラゴンボールですね、孫悟空のですねヘアスタイルちょっと挑戦してみようかなってことで、比較的ですね、まあ、髪立ちやすくてですね、あと毛量がですね多いんですよ。僕結構ね髪質とかね似てるんじゃないかなと思ってて、やったことないんですけどねやってみようかなってことでね、このねウルトラハードっていうねジェルだけを使ってちょっとね再現できるかねやってみようと思います。よろしくお願いします。さあ行くぞ。よし早速やっていきましょう。ちなみに今ね風呂上がりです。ドライヤーは僕いつもしないんでちょっと湿ってます。さあやってみよう。ジェルを取りまして、結構ねできそうな気がするんですよね。どうかな。こっからだよね。鏡が欲しいな。どんな感じだ。前髪も欲しいんだよな。こんな感じか。悟空耳は出てんのか。わあ髪が寝てきた。くそ。わあなんかいい線いった気がするんだけどな。ちょっと弱いな。もうちょっとジェル使うか。これぐらいでちょっといけそうな気がするんだけどな。ちょっと鏡見ながらねガチでちょっと作ってみます。なんか違う雰囲気はね出るんですけどね、ボリュームが足んないですかね。もっと髪が長めで多くないとできんのかな。なんか個人的にはですね雰囲気はなくはないと思ってるんですけど、どうだろうな。髪がベッタベタだ、気持ち悪いわ。やべやべ。一応第一段階こんな感じです。ダメでしょこれ。ダメでしょね。雰囲気はねなくもないと思ってるんですけど、ダメだね。で思いつきました。逆さになってちょっとね上にちょっとこうやってみようかなと思います。いきます。今日はね俺ねガチなんでね頑張りますよ。こう逆さになってこうだね。そうこうやってヘアを作っていくと。第2弾頑張ってもねこんな感じです。全然ダメだ。もっとね髪多いっすよね。ぶわっとこう広がってる。ちょっとやっぱ少ないっすもんね。だ雰囲気はなくはないってね個人的には思ってるんですけど、全然ダメだな。最後もう一頑張りしてみます。はい、本日の限界こちらです。これでねもうね限界ですね。逆さになってねだいぶこう空気を入れて膨らました感じで、なんかふわふわこう持ち上げた感じで固めてセットしてこれですね。いやー全然なー違う。ただなんかボサボサな人ですもんね。違うっすよね。今のままもう 2,3 ヶ月ぐわっ3ヶ月ぐらいかな、ぐわっと伸びたらなんかできそうな気もするんすけど、そしたらで多分髪がね寝ちゃいそうな気がするんですよね。はい、ってことでね、まあねやるだけのことはやったって感じですね。ちょっとねめちゃくちゃ気持ち悪いんで、ね、もう一回風呂入ってね寝ます。お疲れ様でした。